FFC ラジオタントーク。あなたのお耳に外国語大学タフス FC ラジオ関東区です。我々東京外国語大学サッカー部はウェブサービスやスマートフォンアプリの開発などを行うギフト株式会社様からご支援いただいています。ギフトさんのホームページは概要欄に載ってますので、ぜひ、見てみてください。で、ということで、始まりました関東区、お送りしますのは、おなじみ私、ポムポムプリンです。よろしくお願いします。ということで本日のゲストはこちらです。はじめまして、栄養アドバイザーになりました二階堂直と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今シーズンから、加わってくれました二階堂直さんということで、栄養アドバイザーっていう正式名称で大丈夫ですか？はい、みたいですけど。詳しくはちょっと把握してなかったので、こっちも栄養士さんとかなんかいろいろ言い方あると思いますが、正式にはじゃあ栄養アドバイザーということでいいですか？はい、はい。で、お名前ですけど、ナノさん、ナノさん、どちらでしょう？いや、ナノさんですよ。ナノさんですね。はい、いや、なんか本当にあのちゃんが出てるから、ナノさんって言われることが、あって。確かに。基本的にじゃあ、ナノさん。はい、のつぼり。よろしくお願いしますと。いう感じですけど、ナノさんは今何をされている方ですか？今は管理栄養士の大学、で栄養の勉強をしているって感じです。はい、大学何年生ですか？大学3年になります。だから次4年の年、になりますね。だから就活を始めるような感じですけど。そうですね。部ではどんな活動を今してますか？今は、こう、選手が、まあ、一日の、こう、食事の記録みたいなのをしてくださってるので、それに対して、こう、コメント入れて、フィードバックしているっていう状況です。なるほどね。それはどうですか？やってみて。いや、なんか、単純に楽しくて、みんなの食生活、見れるっていうのと、お母さんかお父さんかわからないですけど、保護者の方の、まあ、実家暮らしの人は、すごい手の込んだ料理されてるなっていうのが、あるのと、あとは、2月の最初に栄養セミナーやらせていただいて、その補食とかを食べて、くれているので、そこはすごい嬉しいです。なるほど。すごいね。確かに。俺も見てますけど。コンフィーですね。発音合ってる？合ってると思います。恥ずかしいんで。はい。イタリア人ですかみたいな料理が。見たことないのが。出てきたりとか。ね、あ、こいつ、晩ご飯、ご飯 600g 食うんだとか。いろいろありまして、なかなか、食事の管理ってのもね、そんなに、どうなんでしょう？あんまりやってるクラブないですか？そう、わかんないですけど、やっぱり、トレーニングに力を入れ始めて、栄養を意識するっていうのが、多い印象ですね。なるほどね。はい。一生、大事なことですね。ね、食事どうするのかっていうのは。ちなみに、最近それで学んだのは、じゃあ、糖質が多い方がいいみたいな話あったじゃん？どっちかっていうと。はい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 。だから、丸亀製麺に行きましたと。はい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 。うどんを頼むじゃんね、普通に。うんうんうん。この横にさ、天ぷらにがあるじゃん。
はい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 。寿司はあれ、いなり寿司を置く方が、要はそいいバランス的にはいいんだよね。まあ、バランス、糖質は多くなりますよね。うん。これはどうなんですか？俺最近ちょっとそれを意識するようになったんですよ。なるほど。でも、俺別にそんな運動しないから、単純に糖質取りすぎなのかなって思ったりもするんですけど。それで言えば、でもうどん自体がそもそも糖質が多いので、うん、例えば、かき揚げとか、野菜系を取るとか。うん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 。アスリートで言えば、の方がバランス取れたりもしますけど、うん、うどん結構偏りありますからね、うん、糖質が結構取れるんで、あとは1日でどう見るかっていうのがやっぱり大事なので、うん、なるほどね。はい。そのかき揚げの油と脂質がなんかギュンっていっちゃうのかな、あのバランスがちゃいますね、多分一食だとかなりそうですよね。はい、そうなんで、ちょっとね、そういうものをね、俺も意識し始めました。はい。もともと、晩ご飯ポテ投げとかの人類なんですけど。はい。本当に、楽しいです。食事のお勉強は、とても。早くてよかったなと思ってる、しかも。嬉しい。結構、おじさんになるとさ、はい。興味持つ人もいるじゃん。確かに。なんか最近、ホリエモンがご飯の話してたなとかも見たから、はい、そうなんですか。そうそう、栄養大事だよみたいな話してたの見たからけど、早いなら早い方がいいなと思って、やっぱうん疲れるらしいから、本当になんか俺まだそんな分かんないけど、マジで体力なくなるって聞くので、食事マジ大事だなって思ってるので、早めに気づけてよかったです。いやいや、ありがとうございます。ご飯は大事です。ご飯は大事です。はい。ということで、まあそんな、ナノさんですけども、まあね、はじめにみんなに知ってもらうために、なんか話したいこととか、ありますか？最近は、はい。家庭と結果について、はい。いろんな人に聞いてるんですけど、はい。家庭が大事か結果が大事かっていう、まあ、それが何割ぐらいのこうパーセンテージで自分は考えてるのかっていうのをいろんな人に聞いてるんですけど、はい、小崎さんどうですかって。なるほどね。はい、あれですね、ご紹介で、したいのは家庭と結果の話ということで、はい、なかなかすごいですね。なかなかすごい感じになってきてますけども、その持論はどうなんですか、まずその自分の考えというか、まあ、どういうふうに考えてますか。もともと家庭めっちゃ重視してたタイプで、うん、ただそれが変わったのが、まあそういうきっかけがあって、いろいろ、まあ何ですかね、受験とかがあって、フラット50-50っていう自分の考え方なんですけど、ほう、それは、自分が今家庭に大事にしてきた人生があって、それじゃあ自分の中で、まあ、結果が出た時とかの方が、こう、報われるというか、うん、なんだろうな。例えば、内申点めっちゃ美人の人と、模試めっちゃ取れる人みたいな。うんうんうん、私が憧れてたのは模試取れる人で、うん、ちゃんと結果が出てるっていうか、っていう人だったんですけど、状況とかその人の立ち位置とかによっても、こう 1% ぐらいは変わるかなっていう感じなんですけど。なんで今50-50って思ってて、それをこの間恩師に聞いたんですよ。恩師。国語の先生だったんですけど。恩師。いや、その先生に、どっち大事にしてますかみたいな話をしたら、いや、もう家庭が 100% だから。結果がそもそもないっていう話をしてて、ちょっと職業とかにもよって考え方ってちょっと変わってくるんだなっていうのがあったんですけど、大崎さんはどうですか？なるほどね。はい、はい、ちなみにあれなんですよね、
このラジオで多分大崎さんは初めて出たんだよね、単語として。いや、私その呼び方しかしてないから。まあ確かに全然いいんですけど、はい、そうですね、やっぱりまず自分の子供とか親とかがやっぱ大事だっていうのがあるので、やっぱ家庭が大事です、うん、一番。あー、なるほど。あ、突っ込むとこです。その家庭、あ、なるほど、乗りつくみです、乗りつくみ。その家庭じゃないよっていうとこですね、今のはね。ごめんなさい、ちょっとね、その2つね、なんかそう、ちゃんとした意見が出るとちゃんと俺が何を言ってもちゃんと論破されるので、ちょっとなか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 言い出しにくいんです。聞きたいだけなんで。はい、なかなか言い出しにくいんですけど、まあでも職業だね、やっぱね、職業だと思うから、俺結果100かな、はい、結果100、結果100じゃないかな多分。おー、面白い。それは、はい、その結果の伴わない過程は意味ないと思ってるので。なるほど。あと正直言うなら別にその頑張りたくないから俺は。なるほどなるほど。頑張んないでなんかうまくいくなら、なんか全然その方がいいなって思って、うん、うんうんうん、なんかかっこいいじゃん、うんうんうん、俺わかりますわかります。ちょっとまだ天才だと思われたい節があるから。へえ。で言うと、まあ結果にが100だと思うけど、まあ結果つなげるために自動的に過程は必要じゃん。うんうんうん、もちろんなかったことがないから、うんうんうん、うん、結果を出すために、うん、家庭の模索が必要じゃん。はい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 。から変えられるのは家庭でしかないから。はい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 。結果が出ませんでした、その家庭は違います。はい、じゃあ次の場所を、うんうん、うんうんうん、これでこの道のりで行ったらどうかな、結果出るかな、出なかった、うん、で次のじゃあやり方変えてみましょうみたいな、じゃあもう一回これでやってみましょうとかってなってくるじゃん。はい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 。目的地の存在しない過程になっちゃうと、結果がどうなりたいかっていうのがないと、はいはいはい、そもそも過程が意味を持たないので、うん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 、結果がないと何がしたいのかで過程がないと、うんうん、俺そもそもそうじゃないと物考えられないっていうか、頑張れないあんまり。このなるほど、目的なくなった瞬間一気に手を抜きたくなるので。なるほど。自分が今何をやって、何のためにここで何をやってんだろうっていうのがなくなると、ものすごいスピードで手を抜くタイプなので。うーん、そうですね。まあでも何で取り組んでるかって言ったら、やっぱ毎日トレーニング考えて、うん、ね、何どうしたら強くなるかなでやってるので、考えてること、はい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 、ほぼ家庭あの仕事内容もほぼ家庭なんだけど、はいはいはい、なんだけど、うんうんうん、結果のためにやってるから。なるほど。どんなに頑張っても結果出なかったら、うん、ダメだね、うんうん、それは君はダメだねって言われるのと、うん、当然だと、うん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 、で、うん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 、まあスポーツでね生きてるので、結果出なかったら、うん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 、であんまりその、うん、だからこだわりもないし、何でもいいし何でもいいって思う、うんうん、だから、あー、なるほど。いろんなことをやったと思うし、うん、変えるしすぐ、うん、はい、これダメ、次みたいなのがめちゃくちゃ早いと思う、はいはいはい、ので、これは結果100かな。でも、この世で一番偉いのは国語の先生なので。そんな論あります。はい、なので家庭が100です、結論。結論は家庭が100です、もちろんありません。僕は違います。人それぞれなんで別に、はい、はい、まあ、いいと思う。今日変えます、今日意見を私は寝返ります。
恩師。狂気に。はい、すべては恩師です。いや、面白いな。はい。なるほど。という感じで、だいたいいい感じの時間になってまいりましたが、まあ、一回やってみてどうですか？そうですね、やった。うん、面白かったです。結果が出てないね、最後に。まあまあ、ね、今後とも、こうやって外部からスタッフが来てくれるっていうのも、彼女は外大生ではございませんので。はい、ぜひ、外大の今、見てくれてるの多くが多分外大生なので、ぜひ、学内で見かけたら、うん、あ、栄養アドバイザーのナノさんだっていうふうにね、思ってもらえると、いいので、最後にじゃあ、皆さんに、見ていただいてる皆さんに一言言って、締めましょう。あ、私がですか？はい。ぜひ、ナノさんでもいいので、呼んでもらえたら嬉しいです。はい。ということで、ナノさんでもいいということなので、ぜひね、呼んでみてください。ということで、お送りしましたのは、私、ドン。シャチです。はい。はい。はい。どうぞ。最後。ハンギョドンで。はい。ということで、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回、ゲンタが来るよ。デュエルスタンバイ。違うわ。